たしますかかねインポスターなっっちゃここれれ誰だアルマ通常インポスターなのでコックピットスポーンういよいしょ。 ちょいちょいちょいんこれ殺せそうだな、ね、あ確あ向<ら>かえんいやメインは左に10秒だ左に行何何何何もうこいてメイン脇左にガミさんと藤宮が同時に行ったかなはい、うん、エレキ来てないですので暗室かエンジンだと思いますえっ、ー、とーまあその情報が本当に出るんだったらあんまり 僕エンジンタウンワーキー、宿舎金庫で、藤宮見,見てなくて、まあキッチンからの人とかがいるんだったらわかんないけどって感じです。石油がタウンワ僕、テープタスク最後までやってる。マウさんどこいます今。俺今、メイヤ君追っかけてって、あの、武器庫の入り口あ、ちょっと待って。武器庫の入り口、入ったとこ。脇知りたいわ、左側は。武器国兵とメイヤ君と二人。多分メイヤ君無理じゃないこっち来たら俺はキッチンに入ってすぐ。 ボタンぐらいの感じですね。俺とマ央さんがコックピット脇で俺の方が早く動き出してコックピット助けやって、武器入って、キッチン入って、終わりだると思ってなくてって感じかな。マ央さんはできんのまあだからエンジンゆっくり来てる場合はできるかもしれないけど。僕はなんで左脇を洗う前になんかダルいなみたいな話をしたの僕エンジンあなるほど。エンジン脇どこ行った僕エンジンターン脇で宿舎は結構そう。僕エ、ま、ちゃんはどこにいるの、うん 僕、宿舎たんンきからのミーティング。そうか、たんです。でごめん。梅ケンってさ、シャワースト奥から出てきたえーっと、あ、あの、タオ<奥>、ね、ル回収だね。うん、あ、そうか、あ、なるほど、ね。えっと、ンとメインに梅メガミ、タカ、フ、えー、で湧いて、神富士が左で、高田さんがちょっと棒立ち、梅メケンが即シャワー。えっと、ね、右側にいるメインから、だら梅らケンとかに俺がシロー出せます。<laughs> 俺、ほぼ動いてるのは、最後暗ー入っただけで終わってるから。 写真も入れ終わってないからじゃあ <laughs> アーカイブ脇が工藤と魚で工藤が書道右、うん、で俺がシャワー室のタオル集めで梅県とすれ交差してるからじゃあその辺は俺から全員白出せます。<laughs> 深田さんは立ち止まり暗室終わりですか暗さ入ってかつ写真も入れ終わってない。もう入ってすぐぐらいで終わってる。結構立ち止まってます。もうめちゃ立ち止ってこれ最終学校の入り口入ったところで、多分明和ア君は下行ってんだったら、まあその話聞く限り無理じゃないかななんか弁当使ってたらもう間に合わなそうな感じだよね。いや、無理だけど、これ、キリ10秒とかじゃないのキるは10秒ぐらいだと思うけど、これ、お前さんは。 なんか多分やってますよね。舐めてない,舐てない？舐めてない。そ歩、速歩<即>のスピードではな,なで,ではないと思うから。いやあの待った待ったあのー。待ったて。クールタイム待った。待ってるああ。なるほど。まあこれはキルを重ねたほうがいいな。メインホール。メインホール。ちか。じゃバジャバ。サボ任せるか。 任ましょう。じゃぼ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 ピルン。よいしょ。普通にやってる感じで。ピルン。はいはい,い,い。で真ん中。見えてない。まあ、僕が直したんですけど。 コックピット2人は白出るよこれは<っ>いやだから出ない出ないと思いますよマオさんが出ない <俺は S 2> いやいまあ真尾さん視点俺も別に出はしないんじゃないかなと思うまああの見えて見えてないといか武器庫いったんだったら無理だと思うけど行ってるから見てないんでしょ明がコッックピトから先に出てってっるのは見じゃあ出ないんじゃない白はうんそうね 2>, 2人ともあれっすよね、ヒさんがエンなきゃ上行ってので、藤宮が通ってきてる場合のみ、90歳ってことでしょ。そういうこと、うん、まあね、うんうん、そうだね。高田さんはその時間立ち止まって、藤宮がどこら辺に行ったかもわかんないですかわかんない。暗室の前では絶対レポートも光ってないし、合ってないから、まあ、エレキに降りてシンプルガミか、うん、でもな、なんか、ガミさんじゃなさそうかなと思いましたよ。あのー 最初はそう思ったけど、コックピットでそういう動きがあったんだったら、まあうん、あの3択かなと思ったのさ僕、マオさ,さんは皆さんに白出してると思ったから、フテガミマオだったら、僕はマオさんの方が人外だと思った。うんうん、これでガミさん視点、エレキオリの石油速抜けはワンチャンあるんじゃない、うん、その場合でもキッチンは切れないと無理だと思うんですよ、時間的に。キッチンはいるんでしたっけいや、アルマ君が石油速抜けは切れないけど、アルマさんも入りはすると思う。はいはい。ガミさんがエレキン来てないって言わなかったっけ 歴に来てないのは僕目線はですね。ああ、そうで僕が真っ先、僕と梅健さんが同時ぐらいに動き出してて、僕脇は梅健さんと藤宮さんしか覚えてないんですけど、僕が即絵歴の勝ち言ってて、うん、僕の視界がついてきててアルマさんが切ってるはあります。うん、あ、うん、そのパターンあっの。あるなぁと思うけど。なあ建築性。<laughs> まあだからメインでも真央さんが切れるのって俺は本当に真央さんをコックピットのハンドルタスクに置いてキッチン武器庫の間ぐらいでボタンだからエンジンの配線前とかに来てるぐらいじゃないと切れはしないとは思うけどね藤宮がエンジン配線とか本当にもうダメイン分けでガンダで左に来てる場合ぐらいしか多分真央さんは切れないと思うよ、うん、同じく迷惑も <coughs> うんそうですよね僕はエンジンですぐ上に行ってるからそこはわかんないです これフジミヤカが左って情報出した行く梅きだけでとってますいや俺も見てる俺も見てるに行くときに行くる、OK うん、左は間違いない, <laughs> いなるほどねおめいめいはマットじゃないから殺してよし殺してよしセ,セキュリティくときに行くときに

殺してよいしょ。ほ<ら>ああ、エレキだね、エレキ残してきたね。あエレキああ、そう、高田さん最初、関脇ですぐアップロードいってるのは見た。これ、キッチン行った、それで。えータ、えーロータンの白取ります。大白もらえて、プテさんにアーカイブ行くの見られてて、貨物で最後、手で直してて、梅をまたあってる。はい、あるマシでいいよ。 アザスガミさんとさかナさんとマウさんとかは会ってますマウとキッチンであって、うん、ガミはキッチンですれ違ったこ、えー、俺はコクピットその後テンボなんで。まあエンジンの配線タスクとカッチ、コクピットハンドル、武器庫したのタスク入れてちょうどボタンだから、マくんと待っていない。んうわ、うってない。うん。俺は開側だから。<ん>俺このままミーティングの方いった。ボタンを押そうと思って。ん ミーティングののったのえと今、青が初,初動、キッチンのバーガーだか弁当タスクあたりにいて、うん、そこから武器庫側に行ってるはずなんですね、そ<あ>そうそう,そう,そう,そうだからセキュリティで高田さん見て、高田さんがアップロード行ったから、俺はキッチン行って、バーガータスクやって、そのままボタン押しに行こうと思って、宿舎前の今の今機、うん、聞いてる限り、さかなさんと会わないのかなさもう一って。 いや俺最初エンジン脇で目安すれ違って、うん、配線タスクと勝ちタスクやってそこからコミュニケーションコックピット行って、うん、ハンドルタスク終わってコミュニケーション武器こ下のタスクをやってボタンがちょうど入ったって感じ、うん、ああまあギリすれ違わない可能性もあるぐらいですれ違ってない、ね、高田さんはね俺エレキで2回すれ違ってて右に動く高田さんとカチンとこから降りてくる高田さんを見ててガチャガチャをやってる時間のすれ違い方じゃないかなって思ってるからセキュリティからいける入ってきてるんだったら 僕が最後、エリックから診察行くときに、えっと、6号に行くそぶりの高田さん見えたから、基本メインに上がってそうって思ってる。ガミさんはどこにいるんですか、最後、えーえー。僕、キッチン、展望ですね。展望ダウンロードを停電直せず、えー、キッチンに戻って終了です。はいはい。白は出ないってことね。出ないです。俺も話すと出ないな。アルーマにしか白が出ない。一応、ハイデマン一番右だったから、マット否定だけは。ああ、ってるあってる。今、聞こうと思ってた、おまうみに。 ボタンは大丈夫そうですかボタンえ、大丈夫なんゃなボタンしてる人は白<ー>僕は白でそうかなっていう。だってエリキで見たって言ってたメケンさんが最後、<あ>貨物の入れ間までしか来れてないから無理だと思う。うん。エリキ、いや、メインに上がってるんだったら、うん、もっと前ってことうん。だって俺診察でお待ちで会って、そっから扉開けて貨物入れ間やって、給油ビッグまであるからね。でもエンジン宿舎前まではしたいなかったから、うもうミーティングに高田さんがガン出して殺してるしかないよ、多分。 やるなら。うんー。勉強かなとりあえず。それしかないよ。カ物ツシツだよ。カ物ツシツだよ。アループテかピルン。よいしょ。へんべんべん。ガミガムこういった。 はしょん。スくんは。配線やって。ああ、2わあ、どっか行ったな。うん、ちょっと確認したくて、ボタンをしに行ったんですけど。ちょっとごめんなさい、聞きましたら、ごめんなさい、アルマさん。はい。目線で、はい、その、まあ、同じでもいいんだけど。はい、エリキから来た、梅系に白が出てるんでしたっけ、これって。あ、いや、僕は、えっ、ー、と、梅を、あの、あれは分かんないけど、うん、えっと、僕が。 あのプテさんと地が違った後に貨物の入り前一番最初についてて直してて直した瞬間にもうオマウメがその場にいたって感じだからウメちゃんにおるから白は出せないけど限りなく白くいいかなとは思ってる多分もうオマウメ次第だと思うそのお互い視点だと思う僕<は>上から僕だけ上から。 梅ちゃんからは俺に白が絶対出る高田さんがそのさっき言った6号に行くやつを見て、診察のところ右に行ったら、おまおじが扉開けてるおまおじがいて、合流してちょうど停電になったんで、2人で貨物。有馬くんが切る場合は診察の右とかなら切れるけど、高田さんの動きから診察右に来るような動きは絶対にしなさそうだったから、<も>診察の右もないですよ、うん、僕。筆さんとアーカイブレスで違ってるから。 そそもそも俺アルマは無理じゃのキルクール的に絶対無理だと思うよえさ。最後にアワカビに行ってんのアルしち下降りなかったっけあ、違う。い<や>最後の最後か。あ、そう、ね、最後の最後は下に行ってるけど。最後の最後だったら診察右へ行けたけど、高田さん動き交差的にしなさそう,う,そう,う。え、ごめん、ちょっといいですかえ,えっと、真央さんがアップロードに行く高田さんを見たんだよね。うん、えっと、一番最初にセキュリティに沸いて、えっとす、速攻であの下の何あの崖のほう行った。あーで、その後に梅健さんが。 エレキの勝ちとなんか右の行く,くそぶりを見たんだっけまあ左だね、左に。左エレキガチャガチャやってないと思ってるから、勝ち終わってこっち左が5に来ようとしてたから、<ー>多分そのままメインに上がるんじゃないかなと思ってる。プロでってそのタスクにやってるんだったら、そこで20秒ぐらいだよね。多分ね、時間。そうだね、うん。ガチャガチャそうね、ガチャガチャそんぐらい進んでたね。 メイン行くとしたら絶対安室寄ると思うんだよな。安室って言ってたからな。んなら左行ってるもあるかなとは思う。えで、梅剣さんって、高橋さん6から五に行く高さん見てから何やったって言いましたっけえっと、診察の一番右に行ったら、おまおじと合流し、そこから配電盤見て、給油で終わり。梅ちゃん自身がドア開けてんのは間違いないと思う。うん、診察とエレキの。 両方マまじってマットヒデされてるんだっけいや、されてない。えっと。あ、今回、停電直しました、ガミが。<い>マットはないです。おま<い>じマ,マットメイトじゃないんだったら、サボ直してもらった方が結構、おおあカラーります。うん。なるほどね。メインホール。 メインほうえー、タスクはこっちか。よいしょ。よいしょ。ピュこっちか。ピュチコンピュチコンピュチコンピュおい<っ>、おい、ナイス。 まあ容疑者なんで、あの初敵ルなんですけど、おまおじってあのキルできると思います。まあ普通にキルできる。<laughs> まあ無理だとす通りなんで無理ミーティングじゃん,無理,んです無理じゃないの<き>無理。絶対弁当使える時間がないと思ってるので,、えっと、で,で,で。であれば、魚目線では梅県がえっとシャワー側にいてほぼキルができないちゃうから、おま梅のインポスター同士が成立しないと思うので、そのみんなの推理に借りとね、正直。おま梅インポスター同士だったらね、普通にさっきのとは白出しちゃえばいいと思うから、僕もそこ2人のにじんがいはないと思う。 白状態になメインに湧い,た湧いて動かなかったときって、暗室に入る人とかって影で見えるかな、左側、視界。いや、わかんないですね、それはもう。<laughs> なんで僕はさっき、<ー>その、真央さんと時間の、なんか20秒ぐらいだよね、みたいなこと言ったかっていうと、ボタンを押してたよね、うん、メアさんってあとアンドラとか。うん、押してたよ。いや、もう30数秒しかなかったかなと思って。いや、俺は結構、はい、もうダウンロードしかしてないからね、アンドランは。だから、 まあ、さんが弾かれるのだったら僕,僕はあの工藤さんから白が出てるから、うんまあ、ガミマはそのまま容疑者だったら、まあ、ここ釣りでもいいのかなっていう考えのもとやったけど、僕も心情的には魔王陣害だと思ってます。え,えっと、容疑者、ガミマを釣りしたいんだよな、でも俺結構。うん、工藤さんってどこれで白を取ってんでしたっけ初手は魚、えー、さんから白、サッタカラさんから白、二、うん、キロ目はペテから白。まあ、俺シェリフですね。 ああ、そうか。紙読はそうだ、ね。一キル二キル目、どっちも用意者なんだったら。シェリフのクロスはついたいんから、すればいいいいんじゃないですか。うん、いいと思うけど。どちがいきます僕のマットはないです。ああオッケー。えっと、したら、そうね、まあごめんなさいプテオ相当新書で正直、えっと、マウスさんから行きますね。はい。シャワーを送で切ってないですからね。これ、ローラー目的だよね。いいねいいね ローラ目的です決定しボタンを押してるんで行きません工藤コミューさあーじゃあ行けたくな行きません込みは右側の僕ボタン行きます魔王は確かはい乗りたがってた車ランクルランドクルーザー残念 ちなみにちなみによくわからんけどランクルも乗りたいあれなんだったっけなんかマオでけえ車のこと言ってたような気がしたんだけど惜しいランクルっぽいえなんだっけあともう俺の性格読めば出るえなんかああいう感じのやつ言ってたよなうんたぶん言ってそう。ゴっついやつねいやそうゴッツいやつわないえ買いなよマオも不思議は車買うらしいしそう惜しいというね話はね うんさすがに30分経ってると思うけど、経っ,、ね、ってるだろうん、怖がったね。これガミプテメーって一緒にいます今。いない。ガミさんってシャワーの配イにいた人い、ね、え、それプテアさんでしたと。あそれ僕。最後ね。ガミさんとセットの人がいないんだったら、タンズイでもいいかなと思ったけど、ガミさんどこ行ったんですか、えー、もうエンジン入ってます、メインから。 証拠右にアルメープテガミっていて、うん、4人いたらさすがにと思って登って左に向かってる途中ですはいはいはいただシャワー配線にプテハシさんを置いてもうエンジンまで行ってるんでまだ配線にいるんだったら長いなぁとは思いますあ今はタオルタスクにいますああ、うん、あ大丈夫だえっ <laughs> プテってタオルタスクし終わってからアーカイブちゃうんですかなり僕人外かなと思ってたから アオさんで落ちたかなと思ってタオルタスク始めたんだけどあ、よく考えたらここでタオルタスクやるのは印象悪いかなと思って途中でやめてます。<laughs> えそれで右に4人いたのに左に行かないでそのタスク続けやすいと。右に4人いて左で配置されてない,ことがないだろうと思ってようやくできるなという。それらお願いします。ローラーお願いします。ローラーしてくれなくなるから黙って落ちた。エレキでガチャガチャやってて、 エそれは俺の過失ではあると思う。確かに。ミヤさん候補だったの忘れてたけど、まあ、やったんでもローラーは完遂していいと思うんですけどね。完遂っていいけど。まあ、ガミさんと最後に横に人がいるんだったら、切るお土産できると思ったから、まあ、完遂でもいいかなと思ったけど、一人で浮いてるんだったら、まあ、どっちでも。ローラしてもタスク絶対終わります。 であの僕は魔王人陣だと思ったのはなんか藤宮さんの初敵竜の時に名屋、うん、さんがキッチン行ってるなら白とか言ってて見えてないんだったら絶対白出ないだろうって思ってたいいや見えたいか分かんなかったんだよねだから真央今日名野郎とかは追ってたんですけど <laughs> はい、はい、まあ、はい、マットないんで名屋さんは一旦ない,い,いやーなんか見えてないめっちゃ見えるからさ <laughs> 白だろうと思って <laughs> まあキッチンに行っただけですからね まあまあ、まあ、ローラー入ったんでセ <laughs> かフ、ね、いやだってよく見えるからさ <laughs> 見えてていいのか分かんなくて <laughs> ケチならセーフと思っちゃった <laughs> やっぱそうだよね、うん、めっちゃにじんがいおったわわ <laughs> <laughs> かりました高田さん どれにジープいや、欲しい。ジープも欲しい。ちな。え、ちょっと待って。マオの欲しい車。俺みたいな。どうでもいい。どうでもいい話してる今王道の中の道っすよ。え、これ、マジで出ていもう、なんか、なり金が欲しがりそうな。はそんなこと言ってたっけおい…メインのこのインの部屋の下。ゴミ箱の部屋の下。 停電が左から2番目、そして一番左っていう順番で直ってるのを見てるので届かないと思ってほしいかな。キルクル的に。これ直ってんの停電直っ,て直ってると思うよ。あ、直ったんだ。うん。直したのはウメさんいや、俺、多分工藤さんじゃない工藤さんか。<目>合ってますよね。いいん合ってますね。ゴミ箱の部屋の下。で、光っただからちょっとどこにあるかわかんないけど。 いや最高かもしれん。なえっと、俺、エリキでまたガチャガチャやってんねんけど、エリキでガチャガチャやってる時にすれ違ってて、それがだいたい3秒ぐらい前。えっ、ー、と、すれ違ったのが、えー、5番と6番の間。えー、じゃあ僕はお前さんの横で即急即レポしたってことですかえ、だから、えっ、ー、と、エリキ内で、俺今エリキから終わエリキ終わって、今貨物の方に停電直しに行ってんねんけど、現場がエリキなんじゃないかと思ってる。ん ?3 秒前にエリキで見たのに貨物に か向かかってる向かってるから今診察にいるまあマットだと思うけどなあのオマウメがさあのー、2キル目の時ガミマオでロラするってなった時のキル、うん、えっと宝さんのキルかの時にオマウメって絶対ハイレンマン見てると思ってたから。うん まあ先に出した方が印象いいなーって思ってちょっと黙って見てて、メケンさんの方が先に出したから、お前さんのマットはあるかなーって思ってたから。お前自身アルマ君直してるから、アルマ君インポスターで、マット生きてるのは魚さんしかいないよね、多分。ないこと,ことになるけど、俺はもうほとんどの、もうほぼ99%エリキで死んでると思ってるから。でも完全対抗や。うん。すれ違ったのが本当につい先なのよ。で、俺が診察入ってもこれなってるから。<laughs> まあどっちもいいですよ。僕一般判でタスク終わるから、タスクでもいいし。タスクまだ終わんない、全然。 じゃあ、うーんどうしそっからおまわしインポスは釣れるって感じですか、アルマさんってマットよりですよね。うーんとおまうめの貨物の時の下りで僕はマットかなって思ってる。でもどの道をましマットでもうめえめえ多分今回無理だから、工藤さんと衝撃回すても。あ、うん、そうだね。アルマ君ん氏に魚さんしかいないし、無理だと思う。無理停電僕も左。魚さんどこいんでここ見ているから。俺はショーえっとミーティングルームの梯子下登ろうとしているところ。 あああともうタスカミーティングルームと昇工機右しかないこれ待っちゃダメですか俺チ<ー>ンポスト落ちてるそうで待でもいいと思いますけど、ね、魚ボタンを押してるから押せないから俺も押せないですあっ停電直すよコイン箱の部屋の下で光ってますわき次第だけどじゃあメ屋さん切りあんのかいや時間的にきつくないかな不動産にキルり来ると確認したいけど<ー>結構ギリだと思うよ ハマ。<浜>違う。<laughs> なんで何も当たらんいやもうユーチューバーが5万人ぐらい買ってるやつ。あのえユーチューバーが乗ってる車ってんだ<う>むしろ。ユーチューバーが欲しがりそうな、その、一番わかりやすいやつ。え会社会社。会社えー、会社の<れ>アウディね。アウディもいい素敵だけど違う。<laughs> <laughs> マジで当たんねえな。 なんかでけえやつ言ってた気するんだよな、前話したときに。めっちゃ欲しいんですけどね。<laughs> いや、そうだよね、多分めっちゃ欲しいとこ言ってるよね、俺ら。方ですか、麻緒さんがいや、なんか藤宮が車買うって言ってたからさ、麻緒も車前なんか欲しいって言ってたからさ、買ったらいいのにっていうので。あれ、そういや、麻緒って何だったっけ、と思って <laughs> ?SUV っすよ、SUV。あ、SUV か。レンツ、ゲレンデ 正解 <laughs> <laughs> マジであもうテンプレみたいな俺テンプレ大好きだよ計 <laughs> はロレックス好きだそんな YouTuber 買ってんないや、テンプレじゃないゲレンデは超テンプレっぽいなんか超テンプレ超テンプレっぽいななんか高いよなったっ高い。普通であんなん買えんそうプレミアついてるし1000万超えるでしょ余裕でこれこれ全然超える

いいね、頑まれ,頑れあそりゃ、海犬って車買うって言ってなかったっけ僕、来月ぐらい納車されます。おおえ、何かもう公表してんのハリヤ買いました。<ー>えー、なかなか新車えーねー新車だ。お<ー>う結構いいねするじゃん、<laughs> ハリヤの新車なんて。ちゃんといいグレードのやつ買いました。おらおかげさまで。夢があるな。

7番ぐらいで切りされてます。これ誰が誰が切れに関与してるか分かるようになってる。誰に切られたこ出てますよ。真央君一人しか殺してないんだけど。ローラーで持ってからよ。で切るあるもんあんた。そうなんだ、危ない。背中ついてきてあ、そうよし。じゃあ行きますかね。はい、きまね。